Variable tips. 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 日刊工業新聞社プレゼンツ。バリアブルティップス。5つの金言。日刊工業新聞社プレゼンツ。バリアブルティップス。5つの金言。アシスタントのドーキンズエリナです。そして。おはようございます。白鳥製薬の白鳥聡です。月曜から金曜までのこの時間は、企業の経営など実際に業界や組織をリードするゲストの方のインタビューを通じて、その言葉からリーダーになるための必要な条件、後継者・部下の育成、苦境の突破法などを探っていき、これからの世代を生きていくヒントを発信しています。今週のゲストは株式会社ラプラスの代表取締役社長井上有紀さんです。株式会社ラプラスは、宮城県仙台市に本社を構える創業150周年を迎える機械工具商社です。その商材はネジ1本から産業ロボットまで多岐にわたり、小さな町工場から日本を代表する大企業まで幅広く取引を行い、ものづくりの現場を総合的に支援しています。ものづくりに対して熱い思いを持っている井上社長、昨日は GoTo ファクトリーという言葉でしたが、今日はどんな話になるでしょうか。では今日水曜日、株式会社ラプラスの井上有紀社長のインタビューからどんな金言が飛び出すでしょうか。人材の育成についてはどのようにお考えですか。今コロナでなかなか直接会えないですけども、海外に出張も行けませんし、県外に出れませんから、勇気を出してこういう時こそ、偉い人にどんどん会うようにということを部下に指導しています。偉い人に会うというのは逆にウェブで会うということですか。ウェブも含めてですけども、今会っている方よりも一段レベル高い方、偉い方、経営者というところになかなか今までのコロナの前というのは会えなかったんですけども、今意外と会社にいらっしゃる方が多いので、そういうところに飛び込んでいく、もしくは、Zoom の営業なんかで挑戦をして、そういう方とコミュニケーションを取ることで学びもありますし、ビジネスにつながる話も引き出せるんじゃないかということを期待をして、そういう指示をしています。なるほど。立場上の人忙しいから普段はいないけど、コロナだからこそ会えると、そういうことですね。そうです。どんなことを具体的に学んでほしいですか。学校で覚えられないことってたくさんあると思うんですけども、ちょっとしたビジネスマナーですとか、言葉の使い方ですとか、身だしなみ、仕草、そういったもので一段階上のものを身につけている方と一緒にいるだけで、うちの営業マンたちもレベルが上がりますし、レベルが社員全体上がってくれば会社のレベルも当然上がって、生産性も上がって付加価値も上がってっていうふうになっていくと思いますので、一段階上の仕事をできるような集団に変えていくためには、一流の方と接してその辺を学んでいくことが不可欠なんじゃないかなと思ってます。ラプラスではウェブのコミュニケーションツールを以前からよく利用されているとのことでした。さて、白鳥さんが今朝選んだ金言とは。偉い人に会うように。偉い人に会うように。この言葉からどんなことを学びますか。そうですね、偉い人というか、立場の違う人から話を聞くことによって新しい考え方、そういったことが学べるというのがあると思います。コロナだからこそ逆にいつも会えない方と、ウェブでも対面でも会って学ぶことによって、今話題の多様性、そういったことが深まることがより豊かな人生につながるのかなというふうに思います。立場が違う方が持っている雰囲気も勉強になるとおっしゃってましたもんね。そうですね、やはり雰囲気、オーラ、そういったものってとっても大事だなと感じますね。皆さんのヒントになりましたか。明日も引き続き株式会社ラプラスの井上有紀社長の言葉の中から成功の秘訣を紐解いていきます。なお、この内容はベイ FM のホームページからお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてくださいね。産業界の羅針盤、日刊工業新聞社の提供でお送りしました。